はいはい、ちょっと待ってください。みんなね、僕を狙ってないんですよ。これを狙ってエゾシカジャーキーです。はい、久しぶりにおっちゃんとレディちゃん元気にしております。はい、まあとりあえず食べようか。そんな元気やな、お前年寄りやで、もうお前。はいはいはい、どうぞ。レディちゃん、レディちゃん、ちょっと待ってください。すごい勢いやな、あゆちゃん。喧嘩せんとってや。まあさっき落ち着こ、食べて落ち着こな。レディちゃん、はい。すごいなお前。こっち向きに食べて、ほんだら食べてるとこ取れるよ。早いのおっちゃん、年取ってるから。なんてな、年取ってるから年取ってるからゆっくり食べてください。あなた喉詰めてな、えらいことになったら大変やんか。レイちゃん、レイちゃんよ。おっちゃんにはね、僕一回噛まれてるんですよ。おっちゃんに手ね、右手やったかな、右手かなり傷残るぐらい噛まれてる。おっちゃんね、レイちゃん、レイちゃん、レイちゃん、レディちゃんは野犬番長やねんけど、野犬番長やねんけど絶対噛まないね、この子は。はい、レイちゃん、レイちゃん大きいの、レイちゃん大きいの、もう大きいのないわ、割れてしまって。エゾシカジャーキーもなんかね、もう廃止するんかな、新しくリニューアルするんかな、何か分かんないですけど、もう おしまい。はい、パッケージ変わるんかな、分かんないですけど、結構ね皆さん買っていただいてるみたいで、結構結構、勝手に僕が宣伝しだしたんやけど、エゾシカジャーキー、エゾジャーキー言うてね、勝手に僕言ってたら、なんか皆さん買ってくれはって、結構僕はジャーキーいただいてるんですが、その分結構買っていただいてたみたいなんですが、もうこれやめとこな、おしまい。はい、もう一枚や、あなたたち。ないよ。ない、もうない。はい。今日はね、まあ、おっちゃん、おばちゃん、レディちゃん。おっちゃん、おばちゃん、レディちゃん。ちゃんと指や、これ。ごめん。元気にすみません。久しぶりの登場ですね。まあ、撮る時間がなくてね。撮ってないけど、舐めてください。あなたも舐めてください、おっちゃん。レイちゃん舐めたで。うるさいね。はいはいはい、ないでしょ、ないでしょもう。はい、今日はなぜ動画撮らせていただいたっていうと、まあおっちゃん、おばちゃん、おばちゃん、レディちゃんね、レディちゃんを、久しぶりに、動画配信手伝ってもらおうと思って撮っております。それとですね、ちょっとね、メンバーシップの方をちょっといろいろと、考えまして、今ちょっと、メンバーさんの方にはお伝えしたんですが、写真をね、カレンダーをちょっと見てると、あまりもう一つ売れ行きが良くなくて皆さん望んでるのは、カレンダーも望んでおられる方、コメント見させていただいてたら、あるんですが、それよりうちの子たちの写真、まあ写真があってカレンダーみたいな感じなんですけど、その写真をもっと見たいみたいな感じの雰囲気だったんで、ちょっと今、メンバーさんたちに、もう、3つあるんですが、レベルが第1段階、第2段階、第3段階とね。で、全てのメンバーシップ入られてる方、全てに、月数回になると思うんですが、うちの子たちの写真をね、
ポッポポッポ上げていこうと思うんです。でダウンロードもできると思うんですけど、ダウンロードしていただいて勝手にカレンダーやってもらってもいいし、まあできるだけいい画像をと思ってるんですけど、 YouTube の方に上げれる限度があって、ちょっと縮小せんとね、上げれない感じなんで、ちょっと縮小してさせていただいて、それで、上げさせていただいてます。でまあいいなっていう写真があればダウンロードしていただいて、卓上カレンダーとかね、卓上カレンダーが欲しいとか言われてる方もおられましたんで、今サイトで一つカレンダー作ってもらえるんですよ。でそういう風なんで、これがいいなあれがいいなってこう選んでいただいて、今回は無理かも分かりませんけど、来年のために、ちょっとねコレクションしていただいて、お手数ですが、でカレンダー、に個人もう世界に一つのカレンダーになるじゃないですか。でそういう風にしていただいてもいいかなと思って、まあ使い方は自由に使われて、まあうちの子たちの写真だけが見たいっていう感じ、動画とかよりもあるけどね、動画配信もなかなかできないんで、そういう風な感じで、もう携帯僕ねほとんど持ってないんですよ。鳴るのも嫌やし、いけないことやねんけど、携帯ほとんど宅急便とか電話かかってくるんだよね僕に。でしょっちゅうなってもあれなんで、犬やってる時になられてもっていう感じで、取ってないじゃ持ってないんですよ。でそれを持つようにして、まあこういう風にアングルがねちょっと僕昔ねちょっと写真とかやってたんであれなんですけど、アングルが下から撮らなあかんのよこれ。こうレイちゃん撮ってますが、まあ光の光線の具合とかあるんやけど、ちょっと待っとこう、これまた載しときますね。あとええとこ撮られんかったやん。な感じで、またこれ載せときますね。でそういう感じで、メンバーシップの特典としては全てのメンバーさんになるんですが、こういう写真を毎日上げれないと思うんですが、できるだけ撮ってね、で載せていこうと思います。でそれがまた積み重ねによって来年度のカレンダーにもしもお声かかったらね、お声かかったら業者さんも言ってくるんですよ。作りませんか作りませんかって、この8月ぐらいから。でそういうのもあって、また僕自身が選んだ写真でね、カレンダーとかねできれば、機会があればね、そういうような形でやらせてもらおうかなと思ってます。ですからなくなるのでカレンダー使うんですよっていうコメントもあるんで、そういう形でやらせていただくか、いい写真撮られんかったな今ので。次のクラス2クラス目、保護犬たちの楽園を、支える会ですかね、ちょっとうろ覚えすいません。そういう方たち向けて、今年無理かな、年末ぐらいまでに行けるかな、あそこのプレハブがもう電気工事していただいたんですよ。であとエアコンつけてやれば、とりあえずもう照明もついてて電気通ってて、あとエアコンつけてやれば使える状態なんですよ。であそこに Wi-Fi1 個、置いて、あこからライブ配信しようと思ってるんですよ。でこれはまあライブチャンネルの方で月1回ぐらいできたらなって、犬と一緒にできたらいいなと思ってるんですよ、プレハブの中でね。でゲストでいろんな子をね迎え入れて、そういう風にしていこうかなと思ってるんですけどね。まあすいません、撮りながらすいませんね。ほんで
それを1週間に一度曜日を決めてね、金曜日の夜になるか、土曜日の昼間にするか、ちょっと今わかんないですけど、まあ土曜日の昼間にするか土曜日の夜がいいっていう方がおられたら土曜日の夜にさせてもらうかで、週1回多分できると思うんですけど、ライブを犬またゲスト、ま、交えて、今週はこの子今週はこの子という感じでライブを、メンバーシップの方向けに、保護犬たちの楽園、支える会やったと思うんですけど、そのニクラスね、月500円ぐらいですかね、それをちょっとやらせていただこうと思ってます、特典としてね。でまあアーカイブももちろん残します。はい、そういう形でねちょっといろいろやっていこうかなと思います。で犬の問題行動を改善する会の方たちはもう毎週やらせて、ちょっと今ねお休みさせていただいてるんですけど、毎週それはアドバイスとしてやらせてもらういうこの3個の特典を今度やっていこうと思うんですよね。でカレンダーにしても2500円か2000円ぐらいじゃないですか。そしたら1年通して写真をアップロードをずっとしていっていいとこをピックアップしてもうて、ご自身でそのカレンダー発注せなあかんと思うんですが、それとほぼ値段変わらないかな思う、月200円ぐらいやったと思うんで、それでやったら2400円じゃないですか。だからまあ発注カレンダー買うのが千何倍でちょっと別にお金かかるんですけど、そっちの方がでも、もう本当にねえその何て言うんですか、自分自身のものができるじゃないですか。でそういう使い方もいいし、今なんかデジタルでその出てくるやつあるじゃないですか、なんかこう置いてそういうのとかにもできるしね。まあ普通の写真として保存してもらうのもできるし、待ち受けとかにもどうかなできるし、アキラとかやったらね、できるし、アキラの写真も、今回アップロードさせてもらってます。それとかあとねねちゃんとか、あと課長とか、そういう子たちの写真も上げておりますんで、もしよろしければまた、確認していただいて、ダウンロードご自由に、使ってくださいっていう動画です。ですからライブの方が年末になるんか、またお知らせします、メンバーさん向けてね、ショート動画でお知らせするか何か、させていただきますんで、そういう形でメンバーシップをやっていこうと思います。多分年末か年始になってしまうか来年からになってしまうか、ちょっとまだ分かんないんですけど、必ず実行させていただきますということで、お願いします。はい、それとフェンス、来年の1月末ぐらいに工事してもらえるんですよ。でそこで一番奥の場所、竹やぶの手前なんですが、そこでまあ犬連れてきていただいて、なんかテーブルとか置くようにするんで、犬連れてきていただいて、でそこでゆっくりしてもらえるようにしようと思うんですよ。それと営業的にはできないんですが、保健所のそういうのとか、許可書とかいるんで、でもご希望される方は前もって言っていただければ、バーベキューとか機材貸し出しもしますんで、機材持たずに、材料だけ持ってきていただければそれで、できるようにしていこうと思います。それとあと、まあそういうことで、またメンバーシップの方で詳しくいろいろこういうことできますよっていうのをお伝えします。それは、メンバー全員、
全員参加できるようにします。で、僕は参加できませんが、ご自由に犬とのんびり話してね、何坪ぐらいあるんやろ、50坪ぐらいあるんちゃうかな、50坪もうちょっとあると思います。ですから、どこらに行ったことないよとか、うちの子犬ダメやからどこらに連れて行く自信ないわっていう方は使ってもらったらいいと思います。ご自由に、で、もしも僕が開くタイミングがあればちょっといいのね、見させてもらったりとか触れ合わさせてもらったりとか、できるんで、それとかあとカモ犬なんですよみたいなので連れてきてて、もしも会いたらですよ、もし会いたら、その代わりちょっと YouTube 撮らせてほしいんですよYouTube ね、 YouTube 撮らせていただいたら、全然お金いらないです、僕。ちょっと話長なるけど、Facebook とか、あと全然回答してないんですけど、それとか YouTube のコメントとか、あと Twitter とかね、でメールもあります。深刻な話をされてこられて相談されてきてるんですが、僕自身もドッグトレーニングをやめてしまってます。ですからアドバイス的なことができないから、継続してね、だから犬いらわないようにしてるんですよ。ほんで営利での第一種っていうのがあるんですよ、動物取扱いの許可の第一種っていうのがあって、それも返還してしまってるんですよ。で、第二種しか持ってないです。で、第二種って何かっていうと非営利なんですよ。非営利で見させてもらうことはできます。犬を触ることがね、非営利ならできるんですが、営利で犬を触ることができないんですよ。で、お金は出しますとかいろいろ言っていただけるんですけど、営利ができないんですよね。で、非営利で、でしたら、またね、行っていただければ、前もって行っていただけて、もしもタイミングが合えばですよ、ちょっと見させていただくことは可能かなと思います。メンバーシップの方のみね。それで、どうしようかな、まあ全然ほわほわっとした感じで言ってるんですけど、そういう形でやってもらって、でフォローがいるなと思ったら、クラス上げてもらって犬の問題行動改善する会に入っていただければ、それから継続できるいうこともありますし、スリップリードとか、そういうのもね、欲しいんですって言われる方も結構いておられるんですよね。で、そういう方に対しても、僕自身スリップリードを販売となるとやはり責任があるじゃないですか。だから一回使い方をきちっと教えな、僕はスリップリードっていうのを販売したくないんですよね。だからそういうのもおっしゃっていただけたら、来られた時にスリップリードこんなんですよっていう感じでお話できるんでね、またそれは販売させてもらってもいいかなと思ってます。ですからそういうのとかいろいろあってね、ちょっとメンバーシップの方に力を入れていこうかなと思ってます。で、今現状なんですが、かなりの方、入会していただいててね、すごくありがたいことなんですが、現状何もやってない自分っていうのがありまして、で、ちょっときちっとさし、本当せっかく入っていただいてるんだから、きちっと特典っていうのをつけてね、やっていかせてもらおうと思います。はい、そういうことで、いつもいつもご視聴ありがとうございます。それでは失礼します。バイバイ。